岩手から箱根駅伝を目指す、全国大会や駅伝の選手を輩出している地域スポーツクラブをご紹介します。グッドラックストーリー。花巻市を拠点に活動している中学生の陸上クラブ、Tアスリートトラッククラブ代表の高橋優太さんは、高校時代一関学院陸上部で駅伝選手として活躍、東海大学陸上競技部のトレーナーも務め、箱根駅伝初優勝に貢献しました。岩手県からもっとこう箱根駅伝を目指せる生徒を増やしたいという思いからですね、大学に進学するにも入部基準という基準がありまして、中学生から準備をしていくことで入部基準というのをクリアできる生徒を増やしていきたいというところで、中学生を対象にやっています。 Tアスリートトラッククラブは、日本中学校体育連盟に加盟している地域スポーツクラブです。昨年開催された全国大会には所属選手が出場しました。地域スポーツクラブっていうことの意義っていうのはどんなところにあると思いますか？普段の環境と違う生徒同士の刺激とか、教員の負担軽減っていう、まあ、社会的な課題の解決の、まあ、一端も担っていきたいという思いで活動しています。県内各地から集まった中学生が所属。今年の都道府県対抗駅伝には岩手県代表として男子2人が出場しました。夢は箱根駅伝に出場することなので、練習の質が高くて大会で結果が出てきて感謝しています。高校に上がっても怪我をしない、なんか体作りとかやってるって聞いたので入らせていただきました。しっかり伸びてきているのでありがたいです。代表の高橋さんは鍼灸院の院長でもあります。練習内容と健康状態を把握するアプリや低酸素高地トレーニングなども取り入れ、選手をサポートしています。これからの目標ってどうでしょうか？クラブの卒業生が箱根駅伝を走ってくれたらいいなと思ってます。自分がやってきたのが箱根駅伝に関わることだったので、その経験をみんなに伝えられたらなと思ってます。目指すは全国大会、そして箱根。 Tアスリートトラッククラブは目標に向かって走り続けます。みんなで箱根駅伝出るぞ。グッドラック。自分の思いを言葉にして伝えることで信頼関係を築けるよう心がけています。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。